そう深刻になるなよ。まあプライバシーに関わることだ。いちいち私に報告することはない。でも問題が大きくなりそうだと判断したら私のところに来てくれ。神岡君に謝りなさい。謝りなさいって言ってるでしょ。心が広い。ダメよ、神岡君に謝るまで許さないからね。神岡さんがいいって言ってるんだからいいじゃない。神岡さんだってお姉ちゃんと噂になったらまんざらでもなかったりして。さやか、いい加減にしなさい。
丈夫。ちょっとめまいがしただけだから。いつもごめんなさいね。やっぱり私が悪いのかな。してても甘えん坊だから、それを先生から言われて爆発しちゃったんだわ。私、もうどうしたらいいかわからないの。神岡くん、どうしたの？キャンディーの包み紙みたいな髪型のさやかちゃんでしょ？よく知ってるわよ。え？さあ、見なかったけどな。さやかちゃんを探してるの？あ、私これから中等部の図書室に行く用事があるんだけど、教室にいるかどうか見てきてあげよっか。オッケー。じゃあ10分くらい待っててくれる？
室には見当たらなかった。念のために吹奏楽部の部室も覗いてみたんだけど、いなかったわ。あ、よかったら私も探すの手伝おうか。お姉ちゃんに信頼されてるんですね。それは違うわ。さやか知ってるもん。お姉ちゃんが神岡さんのことを。また寮に入れとか、お父さんたちのところへ行けとか言うの分かってる。お姉ちゃん、さやかの気持ちなんて関係ないんだわ。無理やり自分の意見を押し付けて勝手よ。そんなことない、お姉ちゃん立派にやってるもん。
でもどうぞ。はい、二つ結びですけど。さやか、心配してたのよ。お姉ちゃん、謝らないで。悪いのはさやかなんだから。お姉ちゃん、迷惑かけてごめんなさい。さやかの進路どうするか、お家に帰ってからゆっくり話そう。あなたがさっき教室に入ってきてから4番目に言った言葉覚えてる？心配した分返して。そうだったっけ。心配かけた分これから少しずつ返していくからね。私のために走って教室まで来てくれたのにね。ごめんね。返さなきゃならないのはさやかの方。お姉ちゃんに心配ばかりかけてごめんなさい。そんなことないよ。悪いのは私。私、カバン取ってくるね。神岡くんは？さやかも行く！お姉ちゃんと神岡さんの邪魔するんだもん。
り前でしょ。記念写真を校舎裏で撮る人がいますか。そう、思い出にワンシーズンに1回ずつ記念写真を撮っていこうってお姉ちゃんと決めたんです。神岡さん。